まつげパーマ専門店ビューティーフラッシュ。こんにちは、ビューティーフラッシュの村山です。今日は12月30日ということで、皆さんとはね、もうあの年内最後の、配信になります。本当に皆さん今年も1年間どうもありがとうございました。そしてね、もう5000人間近のところまで私のチャンネルも、なんとか皆さんのおかげで来ることができました。そして、まだ始めて1年半ぐらいの YouTube なんですけれども、本当にたくさんの方がそれを見てくださって、先生のおかげで上手くなりましたとか、コツがつかめるようになりましたっていうような、あの嬉しいねメッセージをいただいたりとか、あとは対面講習に、来ていただいたりしてお会いすることができたりとか、またはオンラインスクールでね、3ヶ月間みっちり一緒に私と勉強することがあったりとか、本当にね、私の中でこの YouTube を始めてこの1年半で本当に大きく人生が変わったと思っております。そしてこのオンラインっていうものの、なんでしょう、すごさっていうのもとっても実感しております。なのでやっぱり皆さんもね、こうなかなかあの時間を潰して対面を受けるだとか、まああの、いや練習はやっぱりコツコツになるので飛ばすことはできませんが、やっぱり手軽に勉強できるっていう環境が皆さんの中でも整ってきてるんじゃないかなっていうふうに思いました。なのでこれからもね、まあ、あの来年に向けてどんどんと新しいコンテンツだったりとか、皆さんにもっと喜んでもらえるような、もっと手軽に勉強していただけるような環境っていうのを教えるプロとして私は皆さんに提供していけたらいいなっていうふうに思っております。まあそうですね、新年になったらまた新年のご挨拶で、ぜひね、抱負を来年の抱負をっていうか目標ですねを伝えられたらいいなっていうふうに思っております。やっぱり私はアイラッシュの仕事を通して、もちろんアイラッシュ業界にも盛り上がってほしいなっていう気持ちもありますし、で自分の元で働いてくれているスタッフさんに対してはもっともっといいものを提供していきたい、あとは私の生徒さんに対してももっともっといい技術を、もっとレベルの高い皆さんが、得た時にラッキーだと思えるようなものを提供していけるようにっていうふうにもちろん思っているんですが、やっぱりこの働くっていうことに対して、特に女性がですね、働くっていうことに関してもう少しね、何かこう改革を起こせないかなって思っております。なんか改革って言っちゃうとすごいね、やばい人みたいになっちゃうんですけど、そういうことでもなくって、なんだろう、本当ちょっとしたこれは当たり前だよねみたいに言われてることを当たり前じゃなくしたいというか、やっぱもっと働きやすく、まあ、働き方改革っていう、ね、ライブの時にお伝えしている部分ともちょっと重複してくるところではあるんですけれども、やっぱりそういうふうに女性だからとか、お母さんだからとか、なんかそういったなんかハンディキャップに思えてきたことを今までね、なんとなくやっぱり感じることはあったと思うんですね。なのでそういったことが本当の意味でなくなってくるような、環境にしたいなというふうに思っているので、まあそれにはね、働く女性って働かなきゃいけない時間もあるので、やっぱりそれ以外の部分での勉強になってくるので、とってもね、隙間時間が重要になってくるんじゃないかなというふうに思っているので、まあそういったところに対してアクセスできるような勉強環境っていうのを来年は皆さんに伝えていきつつ、本当にね、こう女性の活躍をもっと何でしょう、盛り上げていきたいっていうふうに思っております。なのでね、皆さんにこうやって見ていただいてることが本当に何だろう、良かったなって思ってもらえるように、この先も引き続き頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。そして本当に今年の1年間私のね、この YouTube たくさん見てくださった方たち、本当にありがとうございます。そして今日この、動画が初めてだよっていう方も、ぜひぜひね、この前の動画も結構もうね、溜まってきてますので、よかったら見てみてください。そして生徒さんなんかはやっぱり1回対面受けたりとか、オンラインスクールで理論からこう私が考えてることっていうのはこういう風なことだよっていうのを伝えてから見返したら全然内容が違う感じだとか、やっぱりもうだからこそ余計前に戻って全部今見てますとかおっしゃっていただける方とかもたくさんいるので、どうぞね、もう一回見たことあるよって方でもやっぱ練習積み重ねていくと全く違う風に見えてくると思いますので、どうぞ何度も見返していただきながら便利に使ってみてください。本当に本年もありがとうございました。
そして皆さんの来年が素敵な1年になることを私も願っております。そして皆さんにとって引き続き見ていただいた時に、あ、よかったなって思っていただけるようなチャンネルにすべく、また来年も頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして来年も変わらずですね、月火は前編後編で技術の動画で、金曜日は、ボード学習の日ですね。そして毎週水曜日が、ライブっていう形だったんですが、YouTube ライブに関しては2週に1回に変わります。そしてね、その分、サブスクの、有料の動画とかを撮ったりとかしながら、サブスクの方もね、充実させていただきたいなというふうに思っております。あとはレッスンですね、あのビューティーフラッシュアカデミーの方の、単発のレッスンとかもどんどんやっていきますので、そちらも便利に使ってみてください。そして新年は、1月の6日ですね、の金曜日の、新年のご挨拶からスタートとなりますので、どうぞよろしくお願いします。本当に本年もありがとうございました。良いお年を。